皆さんこんにちは、みなまです。今日はスマートっていう雑誌 の撮影に来ております。もうメイクも衣装もバッチリなので今から撮影に行ってきます。かわいい。土の子が似合う。本当ですか？嬉ラジオ。ラジオです。音出ますこれ。出ないな。これ触るとちょっとモロになってる。確かに。ちょっと。触り方が。いい感じ。シンさん奥って何どうなってる？ん？奥ってどうなってる？あっちもなんか。あっちは事務所。広げてみして。事務所。うん。あ、そう。落としておきます。とりあえずこれで撮ってるか。言うままにやって言うままにやって。死ぬ子がまた来た。これに潰すわけですね。しっかり持って。いっぱいでも何今の潰したとしての、あ、シミュレーションしたのね。なるほど。すごい、足まで。あ、ずれてた。すげー、すげー。これで明日でいいこと。ピザっぽい。そうですよ。庵野秀明だとこうやってたんだよ、きっと昔は。大学時代は。はははは。はいはい。それ強い。モノボケ得意だね。モノボケと顔芸が得意だ。こっちの怖くない。こういうの得意なんですよね。特技物置けできるかもしれない。ちゃリラックスした雰囲気じゃないと、うん、テレビとかでやってくださいって言われていきなりやるのが好きなの。突発的にやるのが好きなの。そうなんですよ。じゃあやってくださいって言われてやるのも好きだから。誰も予想しないときに、はい、
番面白いじゃないですか。あ、UFO が。UFO だ。完成ですね。じゃあ立ってください。はい。あー、ちゃんと開いてる。なんか全然開かないから、一回撮ってみるか。よかったね、UFO と共演できて。超嬉しいめっちゃ嬉しいっす。ありがとう。